熱くなれ夢見た明日。そう、なぜか欲しかったより取られた。あんなルールを提案されると思ってなかったし、で最高、お前ナイスガイガン取ったけどな、ムシ君に負けてばっかなんだ。借りがあるんだ。ガンなしでもう一回お前にリベンジさせろ。そうだろう。
あいつはいじめがいがあるからな、先生にも使っちゃうわな、ね、でも、まあ、そんな隙をついて丸め込みですか。丸め込みだよ、おい、おい、ほら、頼むから、ここに置くわ、下げんじゃねえぞ、おら、おい、ちょっと丸め込み、怒んないよ、怒んない、数字返すんだろ、なんだよ、ワン、ツー、こうなのか、バカ、バカ、ワン、ツー、こうなのかよ、どうしたよ、俺が返すべだったんだよ、おい、ちくしょう、タイガース、ちゃんと怒んないでも、それしかできないんだからな、ちくしょう、団体の前ですが、メインイベントで丸め込み、スリーカウント、そんなの許されるわけねえだろ、全然頭になかったからよ、くそ、返せなかったよ、おい、田村、こんなもんで勝ったと思ってんじゃないの、次、渡辺、ヒロシ、チェアマン、ふざけんな、その名前知らねえよ、シングル、名古屋で組んだみてえだからな、名古屋で、ネットネチ、やってやるよ、丸め込みに十分気をつけて、お前を切っても一体にしやがるな、まあ、ヒートアップ側のな、判断としては、まあ、名古屋そのまま持ってくのは、ものすごく評価できるよ、え俺たちこんな無宿のメンバーがこれから、ね、全国に飛び散って飛んでってね、タイガースさんも、ぜひぜひ遠慮してる場合じゃないよ、行きますよ私もよ、あとなんだ5月、まあ、なんだかあれだ、宮本優子言ったもん勝ちか、お言ってすぐ決まりすぎやろ、チェアマン、おいチェアマン、おいもっと考えろよ、チェアマン、ギャラとかよ、そういうの計算しての結論じゃ、チェアマンは。こうぜひとね、いろいろあるもんね。結論が早いよ、チェアマン。俺の名古屋の即決決めろよ、チェアマン。そうだ、俺。ああ、政治家も用意しとけよ、無宿に。無宿はいつでも逃げなくて。なあ、いつでもヒートアップ。あの、相手したんだけど、その代わり次の5月の王子で、6人タッグ。まあ、俺が立候補してやろうじゃねえか。その代わりな、向こう。ほら、この後、英語絶対連れてこいって思うよ。え、今日のお前、リングアウト。負けなんだな、この野郎め、誰もな、インターネット、ツイッター、つぶやくんじゃねえぞ、お前、つぶやいてんじゃねえぞ、おい、プライバシーの侵害だからよ、いいね、まあ、そんなところか、ガルもありますからね、最後に言うたの、いい仕事したよ、俺らは、取り返してこいよ、おい、奥田君よ、こうやって第一試合からな、すべてのポジションに俺ら散らばたってみんないい仕事ができるんだ、全部俺だ、役者が違うんだな、全部俺だな、前回新井さんがマッチメイクしたろ、第一、セミ、メイン、だからじゃねえのか、こんな客入ってんの、お前らにこの仕事できんのかよ、おい、全部無宿だ、じゃあね、名古屋と5月の来月もこのまま調子でちゃんと気にすることね、よし兄貴、シングルで勝ちましょう、兄貴、よし、ちゃんとね、最後ちゃんも以上、4月5日名古屋大会の、決定分カードを3試合発表いたします。まず、田村達弘対ジャンゴ、そして、石田慎也岩本浩二組対新井健一郎サイコ、そして、せん越ながら私も出場いたします。さらに4月26日、ヒートアップモンスター13でございますが、ちょっと待ってくれ、ジャーマン、さっきあんた6人タッグマッチって言ったな、ということはもしくは4人、要するにこっちのヒートアップも1人ずつ余ってくる、じゃあジャンゴと俺と決着戦をやらせてやれるのか、やれるのか、ここまでバカにされてな、黙ってる男はいねえんだよ、よし、とにかくな、決着戦であいつのシングルもう一回やらせてくれ、よし、では完全決着ルールにて、久保田秀弘対チャンゴの試合を、決定いたします。ただし完全決着ルールですので、特別ルールを採用させていただきます。そして、メインイベントの6人タッグマッチですが、田村和弘、小中ペールは宮本優子対新井健一郎サイコタイガースマス組の、6人タッグマッチを、行います。そして桜恵美コントラ桜恵美敗者追放タッグマッチ、
諸橋聖也、さくら恵美組対正隆梨、さくら恵美組を、合わせて決定いたします。4月5日、名古屋大会並びに4月5日王子大会、あ、4月26日王子大会、ご期待ください。頑張れよケンジ。文句があるやつは俺のところに来い。俺がチアなんだ。そうだ、打たれて鼓動が俺を呼び覚ます。そうだ忘れない。